湾を包む大歓声の中、ロードトゥ賞金王、最後の扉が開きます。ボートレース大村 SG 第14回チャレンジカップ優勝戦。さあ、インコースに座るのはやはり1号艇田村貴信です。波風にも波乱にも動じない合憲差で吉と出すか凶となるのかの賞金王勝負へ挑む1号艇インコースキープの田村貴信。決して脇役ではありません。間違いなく主役の一人。この存在あってこその今回のファイナル。5号艇の大島和也が2コースに陣取ります。3コース2号艇の松井茂、絶対王者と呼ばれる以上、茨の道でも勝つことを宿命とされた人。中段の3コース2番の松井、そしてゆっくり引っ張る3艇は門市、4コース3号艇菊池康平。通撃を与えるスタートで優勝へ、賞金王へ目一杯のチャレンジ。5コースは4号艇の瓜生正義、正義のヒーロー、チャレンジのヒーローを目指します。6コース大外からは6号艇の坪井康晴。華麗なる通過点の一戦勝は賞金王への道しるべだったのかどうか。チャレンジカップ優勝戦第12レース、インコースから1番、5番、2番、3番、4番、6番の体型です。スタートしていきました。センター勢は2号艇、3号艇踏み込みました。さあ、5号艇が遅れたスタート。一瞬1番、先前の1番、懐をつく2番、3番の動き受け止めたか。1号艇、3号艇揉まれて交代。2号艇も抑えて先頭に立ったのは1号艇の田村貴信。大混戦の1番手しのぎました田村。その後には6号艇の坪井、そして5号艇、4号艇、2号艇、3号艇追走。スタートは前提正常です。さあ、2番も3頭、おっと6番5番失速。ここで展開ついたのは2号艇の松井茂。一展開あり、2号艇の松井、2番手浮上、3番手に5号艇の大島と6号艇の坪井が並んでレースは2周目と移りました。先頭1号艇の田村リードを取り、今2周1番を旋回。2番手は2号艇の松井茂。3着争いは5号艇の大島和也がリード。体形は1番2番5番の順で無法上面の中間点を通過。先頭ぶっちぎりの体勢に持ち込んでいった1号艇の田村、2周第2ターンマーク大事に回ってホーム直線コースへ。追走は2号艇の松井茂、そして3着争いは5号艇の大島が先行。追いかける6番の坪井、4番のウリルと迫りながらレースは最終周回、最終後の攻防へと進んでいます。今シリーズ不動の境地でついに頂点まで上り詰めました。一発逆転の大勝負、見事成功へと持ち込みそうです。1号艇の田村、追走は2号艇の松井、そして5号艇の大島に4番の瓜生が最後迫る。一点審査は5号艇先行、そして4号艇、6号艇と迫っていく最終看板です。チャレンジカップ優勝戦ラストコーナー、先頭は1号艇田村が旋回、続いて2号艇の松井茂、3番に注目の混戦、4番、5番、6番大接戦、まもなくゴールインです。先頭1番田村優勝のゴール、2着は2番の松井、3着は5番大島でした。そして4番クリュー、6番坪井、ラスト3番菊池がゴールしました。優勝戦が終了いたしました。はい、放送から振り返っていただきたいんですけれども、まあ、これね、しっかりこう2位を進出した田村選手、はい、ちょっとね、これ松井選手がね見えたと思うんですけれども、はい、これはうまく回ったですよね。はい、1号艇の田村貴信選手、期待に応えました。本当に落ち着いたレースでした。はい。